愛知大学コンピュータ理工学研究科の進藤隼人と申します。これから私の研究についてお話をします。私は対話型差分進化によるユーザーの主観評価を反映させた音の創作をテーマに研究を行っています。こちらがこのスライドの概要になります。まずはじめに研究内容についてお話をします。このパートには研究目標と提案手法が入ります。次に実験設計についてお話をします。このパートにはパラメータ設定と従来法との改良点が入ります。次に実験結果についてお話をします。最後に結論、課題点と今後の方針についてお話をします。まず研究目標についてお話をします。私の研究には2つの目標があります。1つ目は、対話型進化計算を利用するユーザーが自分の思考に合った音を創作できるようにする。2つ目は、実験で得られた音データの解析を行い、被験者が選択した音の特徴や被験者間の音の好みの関係性を分析します。1つ目の目標の対話型進化計算を利用するユーザーが自分の思考に合った音を操作ができるようにするという目標ですが、こちらは対話型差分進化計算を使用します。この手法を使うには2つの理由があります。1つ目は、強力な探索精度により収束が早いという特徴を利用するためです。音を用いた対話型進化計算は世代数をあまり多く設定できないという問題点があります。そのため、対話型差分進化計算の収束が早いという特徴を利用し、世代数を少なく設定しても最適解を見つけられる可能性を高めることに期待を持っています。2つ目の理由として、対比較で答えの評価が可能となり、ユーザーの疲労を軽減できる点にあります。多くの答えを評価しなくてはならない対話型進化計算とは違い、ターゲットベクターとトライアルベクターを比較するだけで評価を得ることができます。図の A をご覧ください。図の A は対応型進化計算のインターフェースです。例えば、対応型の進化計算のインターフェースで、画像を評価比較することになると、少し、大変ではありますが、不可能では、ないです。なんだろう、少ない疲労で、評価を超えることができます。しかし、これが、音を用いてしまうと、多くの、答えが存在するため、例えばユーザーの人が一番初めの音を評価し、最後の方の答えを評価し終わる頃には、一番初めの方の音の特徴や、途中の、音の特徴を、聞き忘れ、再び評価をし直すという疲労が、そうですね、ユーザーにかかる疲労が、大きくなってしまいます。一方で、図の B をご覧ください。B は対話型差分進化計算のインターフェースです。このインターフェースを使用すれば、音であっても、対比較で評価をすることが、簡単に評価することができ、ユーザーの疲労を軽減することができます。2つ目の目標の実験で得られた音データの解析を行い、被験者が選択した音の特徴や被験者間の音の好みの関係性を分析するという目標は、主成分分析を使用します。なぜ主成分分析を使用するのかと言いますと、私が研究で実験で使用する音のデータが非常に高次元であるという、非常に高次元であり、データの次元を削減し、可視化ができる、2次元もしくは3次元の、グラフにデータをプロットするためです。最終世代の、各個体のデータをそれぞれ主成分の1点のみで、可視化することができます。さらに主成分分析にデータを書きた後、底辺機能法を使用してデータをいくつかのグループに分けて分析を行うようにします。
このセクションでは、実験、積記についてお話をします。実験条件は、個体数が5個体、世代数は8世代、スケールファクターは 1.0、評価回数は最小で80回、5個体 ×8 世帯 ×体 比較分となります。提案手法ですが、個体の初期化方法は、フリー音源で初期化します。なぜ、ランダムに生成した音ではなく、フリーの音源を使用するのかといいますと、ランダムに生成した音は、音として使用できないためです。ランダムに生成した音は、ホワイトノイズのような音がします。ですので、これでは実験に使用できないため、今回は適切に設計されたフリーの音源で個体群を初期化します。こちらの図は、初期化個体の音を表しています。表の見方ですが、一番左から、個体番号、真ん中がファイル名、一番右が各音の、特徴となります。それぞれの音を用意しましたので、一つずつ聞いていきましょう。まずは個体1の音です。続いて、個体2の音です。続いて、個体3の音です。続いて、個体4の音です。最後に個体5の音です。本実験では、交差方法も改良を施しています。なぜ、改良を、したのかといいますと、従来の対話型差分進化のトライアルベクターは差分ベクターのために実行可能な音声探索から、簡単に外れてしまいます。そのため、これらの式を使用して実行可能な音声探索空間内に個体を保持するためです。データの分析方法は、データの次元削減に主成分分析、データのクラスタリングに、K 平均法を使用しています。被験者が最終的に創作する音の求め方ですが、システムによって生成される音は初期化個体を合わせた混合音であります。その混合音を構成するそれぞれの初期化個体の要素の比率を調整していきます。最終世代までの評価が終了したら、すべての個体の平均値を取得し、それを最終的に創作した音とします。それを被験者に聞いてもらい、思考に近いかどうかを判断させます。先ほど、混合音という、言葉を、用いたので、少し、この言葉についての補足説明として音の最適化を、取り入れます。作成したシステムは、音の音色を、最適化します。まず、システムは世代に属する個体をランダムに選択し、新しい音色を作成します。その新しく作成された音色は、初期化された個体群の音色がミックスされたように聞こえます。この音を、本実験では初期化個体の混合音と称し、使用をしています。実験を進めていくにつれて、音を構成する初期化個体のそれぞれの音の成分量が変化していくように聞こえます。こちらが音の情報となります。音の長さが10秒、使用形式が50万 ×2 の行列式により、音色は 0.02
ミリセコンドごとに最適化が行われます。実験で使用する使用機材ですが、ソニーの MDR7506 というモニターヘッドホンを使用しました。これから結果についてお話をします。この表は実験終了後に捜索した音を被験者に聞いてもらい、自分の思考に近い音かどうかを尋ねた結果です。4人の被験者の方が好みに近い音になったと答え、1人の被験者の方がそれなりに近い音になったと答えました。この表は各被験者が捜索した音の特徴をまとめたものです。表の見方ですが、左が被験者の番号、右がその被験者が捜索した音の特徴になります。それぞれの被験者が作成した音を用意しましたので、特徴を見つつ順番に聞いていきましょう。まずはじめに被験者1です。続いて被験者2の音です。続いて被験者3の音です。続いて被験者4のことです。続いて被験者5の音です。各被験者ごとの音の関係性を、下に、簡単にまとめてみました。まず被験者1の音の好みは他の被験者と明らかに異なりました。被験者3と4と5は静かで落ち着いた音を好むのかもしれません。また静かに鳴く虫の音を創作した被験者3と被験者4は思考が近いのかもしれません。被験者には全ての被験者の中間的な好みがある印象を受けました。右の図は最終世代の全ての被験者の全ての個体を主成分分析にかけた後、K 平均法によりグループ分けを行った結果です。また左の表はグループごとの音の特徴を表しました。それぞれのグループから一つの個体をランダムに取り出しましたので、それぞれの、音の特徴を見つつ音を聞いていきましょう。まずはじめに赤グループの音です。続いて、黄色のグループの音です。続いて緑の、音のグループの特徴です。続いて青のグループの、音の特徴です。最後に、紫のグループです。左の表は最終世代で各被験者が選択した音の特徴をまとめたものです。被験者1は
音量と密度が大きめで、初期化固定2を主要素とする音を選択してきた特徴がありました。また、赤グループの全てを占めます。被験者には、初期化固体4を主要素とし、固体1、2、5も、目立つ音を主に選択してきた特徴がありました。固体は黄色グループに集中しており、赤グループほどではありませんが、大きめの音でした。被験者さんは、静かな音を選択する特徴がありました。緑と青グループを中心に分布しています。被験者4は、各初期化固体の要素がバランスよく組まれた静かな音を選択する特徴がありました。紫グループを中心に分布しています。被験者5ですが、被験者2、3、4が選択したような音の特徴がありました。また、赤グループ以外に、バランスよく分布しています。第一主成分が増加し、第二主成分が減少すると、最終世代の個体を構成するそれぞれの初期化個体の要素が増加していく傾向にありました。また、それに伴い音の音圧も強くなりました。さらに、被験者1のみが他の被験者が選択した音よりも偏りがあり、音の指向が独立していました。これは、ユーザー1の個体が 赤のグループに、集中しているためだと、思われます。最後に、まとめについてお話を、します。はじめに、結論。まず一つ目が、対話型差分進化計算を用いると、被験者の指向に近い音を創作することができるのかもしれません。二つ目は、主成分分析によって、グラフ上に各個体を主成分の一点で表すことができます。三つ目は、K 平均法によって、被験者間の関係性を知ることができます。課題点と、今後の方針を、お話しします。まず一つ目の、課題点として、被験者の人数が少ないということが挙げられます。現段階で、実験に参加してくださった被験者の方は、全部で全てで5人です。この現段階では、すべての被験者が、自分の好みに近い音を作れましたけれども、その作成したシステムが本当に、使ってくださるユーザーの好みに近い音を、創作できるかどうかは、まだ断定的に言うことができません。これは、被験者の、実験参加してくださった被験者の人数が少ないゆえ、強力な結論へと結びつけることが困難であるからです。今後の方針としまして、実験に参加する被験者を増やしたいと思います。20人から30人程度と、表記してありますが、時間の許す限り、より多くの被験者に、実験に参加をしていただき、システムの妥当性を検証していきたいと考えています。2つ目の、課題点として、実験後に被験者に問う内容が乏しすぎるという点があります。現段階では、実験終了後に被験者の方に、自分の好みに近い音ができたかどうかということだけしか聞いておらず、実験を始める前の元の音と実験を終えてからの音の、その音のどういった部分が、良くなったのか、または悪くなったのかという、部分も、聞くべきだと思います。また、対話型進化計算の分野における、非常に重要な、点である、ユーザーの
疲労を少なくするということに関して、実験を終えて疲労を感じたかどうかも、被験者の方に聞くべきだと思いました。ですので、今後の方針として、実験に関しての被験者の意見をさらに取り入れ、より詳細な、実験の分析を、行えたらと、考えています。最後に、3つ目の課題点として、実験に要する時間が長いということが挙げられます。現段階では、より最短で20分、より最大で30分の実験時間を要してしまいます。また、被験者の方に実験をやっていただく前に、私の方で実験のデモンストレーションを行ってみたのですが、非常に20分から30分という時間は長く感じ、作成した本人でも実験の途中に飽きてしまいましたので、こういう飽きや疲れた疲労というものが、その疲労というものが誤った評価につながってしまいます。その誤った評価というものが探索性能に影響を及ぼし、見つかるはずの最適解が、ますます見つけられなく、なってしまう可能性が出てきます。そうならないためにも、今後の方針としまして、被験者の疲労を減らす方法を考えたいと、思います。例えば、短い音源の使用。実験では、10秒の音を使用しましたが、これを半分の5秒の時間にしたり、また、実験では40回対比較を行いましたが、もう少し評価の回数を減らして、より少ない評価で、ユーザーに近い好みの音が操作できるように、少ない評価回数で、ユーザーの好みだった音を操作できるようにしたいと考えています。こちらが、実験及び研究を行う上で、参考にした資料一覧です。これで私の研究についての発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。